金沢学院短期大学はこちらをご覧ください。ここでは2つの学科について紹介されています。食物栄養学科は栄養士など食と栄養のスペシャリストを目指す学科、病院や高齢者介護施設、学校給食センターなどに就職する学生が多いんですね。早くから自分のやりたいことが決まっている人向けの学科です。一方、現代教養学科は様々な教養やコミュニケーション力、ビジネスで役立つ実務能力などを磨きながら、社会で活躍するための力を総合的に磨いていく学科です。公務員一般事務、観光ホテルファッション、 ICT 簿記会計の3つのコースがありますが、入学後それぞれの授業を取りながら自分のコースを決めることができるので、将来の進路に迷っている方にもおすすめ。この学科で磨ける日本語力や ICT などのスキルはどんな業界や職種でも活かせる武器になるでしょう。卒業後の進路ですが、どちらの学科でも就職に加え大学編入の道が開かれています。同じキャンパスの金沢学院大学であれば3年次への編入が可能。4年生大学、短大、専門学校のどれに進学するか迷っている方は、金沢学院短期大学の学びについてチェックしてみてはいかがでしょうか。